然を感じた。遠慮しないで。神龍様の啓示が。どうぞお好きに。了解だ。受けたまわった。私の神様、指示をくれ。みんな大好き。行きますぞ。あがないとなるかしら。
平和のためだもの。恥ぬ戦を。瞑想していました。導きです。私が引いて恐れない。
気を出させたわね。良い鍛錬でしたわ。眠りなさい。好きにはさせません。もう恐れない。忘れません。おやすみなさい。私ね。美しい花だったわ。君に敬意。
気分が晴れた。念ですね。ホガート王子。
どうしたっていうのさ、スタルーク王子。なんで逃げようとするの？だってホガート王子はあまりにも僕と違いすぎて、一緒にいたら失礼のような気がしているんです。そんなことあるわけないって。それに俺とスタルーク王子って似ているところがあると思うけど、ほら第二王子的な立場とか、俺は第一王子だけど、うちは女王制だからね。そうですね、はあ、あれなんでため息出ちゃってるんだろう。育った立場が似ているというのに、どうしてこうも違うのでしょう。ホガート王子は気さくで人付き合いもよく、僕は陰気で人付き合いも得意じゃない。もう相変わらず後ろ向きな性格だな。ま、そんなスタルーク王子も嫌いじゃないけどね。むしろ好きだよ。好き？やめてください。僕なんかにはもったいない感情です。というか危険です。これ以上は危険すぎます。ん？何が危険だっていうのさ。それですよ。そんなに眩しい目で僕を見ないでください。ホガート王子の善良な心の光が僕のゴミクズのような心を照らし出してしまいます。早くここから逃げ出さなければ。ごめんなさい。スタルーク王子は面白いな。バンドルさんは聖地リトスでルミエル様に仕えていたんですよね。ああ、直属の世話係だった。それがどうかしたのか。俺、同じ聖職者としてあなたのことを尊敬しているんです。聖地リトスでルミエル様に仕えるなんて聖職者にとって憧れの存在ですので。そうだったのか。憧れと言われると照れくさいな。バンドルさん、よかったら俺に当時のことをいろいろ教えてくれませんか。それは構わんが、この場で立ち話というのもな。でしたら俺が主催している食事会に来てください。食事会？はい、食事会といっても気軽なものですので、どうかご安心を。若い信徒が教会に集まり、平和を願い、神様に歌や舞を捧げるのです。歌に舞？素晴らしいではないか。今は大変な時期ですが、娯楽は必要ですので、それを兼ねています。なるほど、考えているのだな。バンドルさん、来てくださいますか。もちろんだ。そのような素晴らしい会、断るわけにもいくまい。ありがとうございます。楽しみにしていますね。ルイ、私に何か用？さっきからずっとこっちを見ているけど。これは失礼しました。ブロディア王国の戦士ジェーデさん、あなたに興味があったので。スイ、興味？常に冷静沈着で任務を的確に遂行、主の命令には絶対に逆らわず、そして敵には一切の容赦もない。その様から冷酷非道と評されることもあると。興味があるとは随分と可愛い言い方をしたものね。危険人物扱いしたいのなら好きにすればいい。私もあなたを完璧に信用しているわけではないわ。危険人物だなんて、そんな誤解を招いてしまいましたね。ですがあなたには隠された一面があるのも事実では。一部のものしか知らない真実の姿が。僕は知っていますよ、あなたの真の姿を。何をバカなことを。小説を書いているそうですね。しかも真面目さのかけらもないお笑い小説を。ルイ、忠告しておくわ。口は災いのもとよ。つまらないざれ言で命を落としたくはないでしょ。安心してください、誰にも話しませんから。その言葉に嘘偽りがないのなら安心していいのは私ではなくあなたの方よ。明日も変わらずに
朝日を拝めそうとね。なるほど、肝に銘じておきますね、ジェーデさん。頼まれた仕事はちゃんとやってるのに、バンドレさんはどうして森人のお仕事をさせてくれないんだろう。バンドレさん、僕に期待してないのかな。クラン、クランはいるか。はい。お前に仕事だ。近くの教会までことづけを頼みたい。返事は素早くといつも言ってるだろう。何度も注意させるんじゃない。バンドレさん、僕はお手伝いさんなの。何？まだ修行が足りないのは分かってるけど、僕は森人の仕事がしたいのに。何を言っている。いいか、森人の仕事というのは。分かったよ、もういい。バンドレさんが僕に期待してないのは分かったから。クラン、お前何を言っているんだ。何でもない、言われた通りにするよ。どうせ僕はそれしか価値がないんだ。教会まで行ってきます。おい待て、クラン、クラン。お父ちゃん、お母ちゃん、いつも小包みありがとう。今日は何を送ってくれたんだろうなんてね。何を送ってくれたのかはもう分かってるの。じゃじゃん、わー、美味しそうなお芋。ラピス、何をしているの。うわー、あ、しとりにか。ちょっともう、夜中にその顔で突然現れないでよ。ひどいこと言わないの。どんな顔で現れたっていいでしょ。こんなことだったら舞踏会の仮面でもかぶってくればよかったわ。ごめんなさい、冗談よ。まあ、美味しそうなお芋がたくさん。ブロディアの田舎の特産品ね。どうしたの。その、送り主はご両親ね。でもこの贈り元って、あなたのご両親この村にお住まいだった？もっと町の方だと聞いていたけれど。しとりにか、もう本当のことを言うわ。私の両親は町には住んでいないの。え？私の両親は、いえ、親戚もみんなこの芋が特産品の田舎に住んでいるのよ。そうだったの？でもあなたは前に。ええ、私は嘘をついたの。ごめんなさい、みんなには言わないで。わかったわ。でもどうしてそんな嘘を。くだらない見栄よ。ずっと気にしていたの。スタルーク様は王族だし、シトリニカはその親戚。高貴な二人と組むには、村の出身の私はあまりにも場違いだから。そんなことはないわ、生まれなんて。気にするのよ、シトリニカぐらいいい生まれならいいんだろうけど。でも私は違うから。ラピス、同じね、私たち。え？あなたは生まれを、私は力不足を気にしている。そしてそれを自分ではないもう片方が持っている。あなたの秘密誰にも言わないわ。今日も鍛錬をして休むわね。おやすみなさい、ラピス。おやすみ、シトリニカ。なんだ、何を見ている。こんにちは、ゼルコバさん。質問に答えろ、なぜ俺を見ていた特に理由はありませんよ。
ところで今お時間があるなら一緒に紅茶を飲みませんか。理解不能だな。なぜ親しくもない俺を茶に誘う。親しくなりたいからこそお誘いしているんですよ。俺と親しくなりたいだと。何を考えている。正直に話せ。僕はずっと正直に話していますよ。仲良くなるためにお茶でもご一緒しませんかと。悪いが断る。それは残念です。不眠解消に効くお茶を用意しようと思ったのですが。どういう意味だ。顔を見ればわかりますよ。あまり眠れていないのでは。そのことがお前に関係あるのか。全然関係ないです。でも仲間ですから気にはなりますね。もういい。お前がどんなつもりかは知らないが、今後は俺に構うな。そういうわけにはいかないんですよね。どうしよう、迷ってしもた。早く帰らな、心配させてま。ジャン、大丈夫？クラン、泣いてたみたいだけど何かあったの？泣いてなんかないで、迷子になってちょっぴり怖かっただけや。最近軍で怪我人が多いから傷に効く薬草を探しに来てたんや。そうだったんだ、いつもありがとう。薬草はちゃんと見つけられたんやけど、探すのに夢中になりすぎてしもて。迷っちゃったんだね。クランはなんでここにいるん？僕はピクルス作りに使う香草を探してたんだ。そうやったんや。ほな帰り道は。ここはよく来る場所だから案内できるよ。あ、ほんま安心したわ。一人で森へ入るときは細心の注意を払わないとダメだよ。そうやな、次からは気をつけるで。でも偶然会えてよかった。一緒に帰ろう、ジャン。クラン、おおきに。